はい、こんにちは。占い評論家の岡田です。今日から歯の話をしたいと思います。歯というのは生命力の象徴というふうに古代より言われてまして、やっぱりこう歯が抜け落ちてしまいますと体力ががっくり落ちた、そんな経験をねしてる方も多いと思います。今日は歯が大きいタイプ、小さいタイプということになります。歯が大きいタイプはですね、非常にダイナミックで、考えが、あっという間に決まると。で、金運に恵まれていて名声が上がるというふうに言われています。それに対しまして、こう歯が小さいタイプですね、そちらはですね、凝り性で忍耐強い、持続力が富む、そんなふうに、言われていることになります。歯の大きさもね、いろいろと影響を与えるということになります。少なくとも生命力の象徴ですから、大事にしたいものだということが言えると思います。では、あと2回ほど歯の話をしたいと思います。